姫ひなです。猫と話したい。どうした？やっぱほら猫をさ、こうよしよししててさ、猫は吸いたいね。そう、吸いたい。その時に猫ににゃーって言ってさ、それが何か分かったらさ、でもっと猫にさ、よくしてあげられるしさ、仲良くできるってこと。猫がこうにゃーって、お腹撫でてとか言ってんのも、たわるんじゃねーって言ってるかもよ。あ、そうかもしれない。落ち込みだった。でもそしたらちょっとね、あ、じゃあそっとしておこうとかさ。あーね、ね、気持ちが分かると嬉しいよねってことね。そう、分かりたいよね。あ、そう。だから、このね、ニャントークを使って、ニャントーク、猫がなんて言ってるのか、それを検証していこう。じゃあさ、やっぱりさ、ねえ、あれつけなきゃじゃない、あれを。ひにゃ、ひにゃ、おいでおいで、ほら、おいでおいで、しら、あら、あら、かわいいね、恥ずかしい、似合うね。ひめ、ひめにゃ、ひめにゃもう顔。え、お、音程どうしたの？そこ、たにゃ、たにゃかでいいんじゃない？あ、たにゃか。笑ってんの？YouTube とかでさ、いっぱい猫の動画あるからさ、それ聞かせて本当に何て言ってるか翻訳したらいいんじゃない？そうだね、まずちょっと試してみよう、それで。じゃあちょっと姫流すからさ、ひな翻訳のやつやって。うん、オッケー、押すよ。うん、行くよ、流すよ。はーい。気分が悪い。だって確かにちょっと気分悪そうだった。ちょっと不機嫌そうだったもんね。海がくぐもってたもん。ねえ、みたいななってた。うまいね。おいと、聞いてよ。ええ、その先めちゃくちゃ気になる。何だった？何を聞いてほしいんだ。愛する人、私はここ。え、かわ、かわいい、かわいい。愛する人、ご主人様とかそういうことかな、飼い主さんに言ってんのかな、ね、こんなこと言われたらもうたまらない、吸い尽くしちゃうよ。怖い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 、吸引される鼻に。かわいい。猫それこそ、うおーみたいになっちゃうよ。怖いよーってなっちゃう。気分が悪いってなっちゃう。ということでね、このニャントークを使って、我々がこれにね、話しかけるわけ、猫語で。猫語、猫語で話しかけるの？そう。あ、気持ち込めて猫の声を出すってこと？そうそうそう、猫の声を出して、それが、だからこう、大好きとかになったらさ、それを猫に言えば、伝えられるってことじゃん。さすがに天才じゃない？猫語研修。猫語研修。もういい猫。で、姫が行く。そう。お腹空いてるし、お腹空いたにしようかな。あー、いいね。今なら特大の感情乗せれそうな気がする。やってみるよ。うん。行くよ。わー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 。翻訳されない。あー、猫語だって認めてもらってないんだよ、それ。姫が今猫に慣れてないってこと？そう、人間、人間。まだ、まだ人間？まだ人間。わーどう？え、さ、出た出た出た。気を落ち着かせたいから一人にして。いや、全然違う、一人にしないで。猫の真似でも一応反応はするんだね。猫語マスターに一歩近づいたってことだよ。若干半分反応、半分ぐらい猫と半々猫。猫に伝わる言葉喋った。そうだね、意味は違うけど、猫からしたら、ね、どっか行ってよって言われたみたいになっちゃってもね。ちょっとすいませんって感じだけど、ひなもやってみて。同じお腹すいた系でいいんじゃない。そうだね、お腹すいたでいこう。うまい。なに、超激おこポンポンだって。怒ってんの今。怒っちゃった。怒ってんの今。お腹が空いて怒ってんのかな。なんか持ってこないと、食べさせないと暴動が起きるぞ。お腹も寝ちゃったよ。なんでお腹ほんとになってんの。もっと優しくいかなきゃダメなのかな。結構どっちも怒ってる感じに取られたね。そうだね、本気でもうちょっと甘めでいくよ姫。そうだね、優しく。なになに、気分を落ち着かせたいから一人にして。やばい、ずっと興奮してる。ずっと怒ってるよ。チワとかさ、大好きとかそういうの出したいよね。ね、可愛げのあるやつ ね。怒ってなくて。そう、やっぱ伝えるのはそういうのじゃないと意味ないから。そうだね、突っ張れてもどうしようもないもんな。うまあ、何？恋をしているの、だって。恋してたもん今、猫が。恋してたね。目の前の猫が恋をしている。首絞められた鳥みたいな。鶏が。陽の要素が出る。陽の要素。陽の要素。いや、気分のいい方の要素が出る。そうだね、このご飯僕のだみたいな感じで。支配者取るなみたいな感じで。あー、そういうことね。領地に入ってくるな的な感じ。そうそうそう、うん、怒ってる。あ、人間だって、規制を発する人間。気まずすぎ。この空間が一番地獄です。
普通に喋ってワーワー言っただけでママどこにいるのって出ちゃったわーこんにちはすごい挨拶挨拶もう一回やってわー怒ってるぞあれ変わっちゃった同じ音程で言ったよ同じなのになじゃあここで言いたい猫語一発で発音バトルおーしようじゃないのピンポイントで狙った言葉をどっちが言えるか的なそう受けて立とうかなえ、なんて言うやっぱでも猫に伝えたいことが大事だから君かわいいねみたいな猫って君かわいいねって言うの確かに言わないでしょなんで言わないかもななんで猫に口説かれてるの君たちが確かになまあなんか褒める感じの方向であ、大好きだよとかそういうそうだね、大好きみたいな感じにしようかな世界中の猫への思いを込めてお行くよ猫ちゃんにゃんうまい怒ってるぞ怒ってない今の猫言われたら後ずさりしちゃうあの全部の毛を立たせてすごい優しく言ったのにおかしいよ愛が足りてないんじゃないなおごり姫が見せてあげるよあなたを愛してますってご主人様に言うみたいな気持ちの猫の声やるよすごいのいくね任せて任せてそれじゃあ姫のあなたを愛してますまで3、2、1、どうぞわーなになに私の前から消えて真逆じゃん真逆だ突き放しちゃったよそんなこと思ってない結論気持ちをありったけ込めても一般人に猫語は難しいあー難しいよ逆に気持ち込めたことによって真逆言ったまであるぞそう込めてるとさ怒ったと認定されてしまうなんで感情すべて怒りなのこれから優しく話しかけないとねそうだねあんまり聞いないよって感じでいこうそうだねにゃんにゃんにゃんみたいな感じで言ったらにゃんって言ってくるかもしれないお気を落ち着かせないと大好きだよって言った軽い気持ちが人を焦らせている猫を焦らせているぞすごい今めちゃめちゃ人間語だったのにニャンニャンでも意外といけちゃうんだこれまでの努力は何なのはいそれではごきげんようタンタカラータタンタカラータタラックベビータンナカートチュチュキヨタラックしてねーおっと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